ジョージ3世のギニー金貨1775年名ギニーは、かつてイギリスで使われていた金貨、21シリングに相当する価値があった。ギニーの名はギニアで産出された金を持ち、鋳造されたことに由来する。1663年に、それまでのノーブル、ソブリン、クラウン、ユナイト、リアル、エンゼル、ローレルなどの雑多な金貨を統一するために初めて作られ、 1717 17年には21シリングの価値があると定められた。なお、これを主導した造兵局長官は、物理学者として知られるサー・アイザック・ニュートンである。1816年には、新しいソブリン金貨にとって変わられたが、1971年の重心法以降までは、医師や弁護士への謝礼、品物の鑑定料土地、 馬の取引等の名目単位として使われていた。現在競馬の競争にその名を止めている。1ギニーイコール21シリングイコール252ペンス1ポンドイコール20シリングイコール240ペンス1ポンド金貨をソブリン金貨という。1シリングイコール12ペンス1971年以降は1ポンドイコール100ペンス。1ポンドと1ギニーでは 一ギニーの方が一シリング分だけ余計に価値がある。この余分な一シリングは日本でいう心付け的な趣旨があり、例えば500ポンドの売買において500ギニーを払うと500シリング余計に支払うことになり、この500シリングは売り手に対する感謝の意を込めたチップのようなものであった。別の観点からは500ギニーは 実際には500ポンド500シリングイコール525ポンドであり、実際には525ポンドの支払いなのに、それを気分的に少なく見せかけることができるという売り手側の利点がある。このおまけ分は馬の売買においてはしばしば仲介者への手数料に充てられることが多かった。例えば1000ギニーといえば1000ポンドに加えて1000シリングをチップで払いますということを表明している。 現在でも、伝統的にセリーチでの馬の売買価格の表示などで、ギニーが好んで使われる。英語では、通貨単位を複数型で表記するので、千ギニーであれば、千ギニーズとなる。ありがとうございます。